マノッチです。10年前のペナント日ハム編やっていきましょ。なんかね、録画のね調子が良くないんだよね。これもね撮り直しなんだ。でこの試合自体全然撮ってないんだけど、さっき録画始めて数十秒で一回録画止まってさ、でまあなんかうまいこと説明もできないけど、要は調子悪いのよ。結構今焦ってる。はい、コメント読んでいきましょう。次の試合は火曜の0時です。きっと読む頃には終わってるだろうけど、三笘選手のドリブルは要注目です。前回のスペイン戦はめったに感情表現を行動に移さない父がハイタッチしてきたのには驚きました。いいよね、なんかこう平和だよね。それがいいわ。石原さん、さすがかっこいいね。石原さんなんだろうね、 YouTuber 向けだよね。東出さん、2015年引退。2015か、2015かな、すげえ最近までいた印象だけど、もう7年前とかなのか。マノッチの記憶のある2016年くらいのサッカー日本代表、この頃だね。この頃からもうほぼ見てなく見なくなってきてる気がする。西武平君、先発挑戦を承認してくれて1億7000万でサイン。まあよかったね。ただあれでしょ、 WBC 辞退したんでしょ。自分2012年のプロスピのペナントレースで菊池選手と柳田選手のトレードを成立しました。あれだね、もうほんとこの時代とかのプロスピじゃないとなかなか難しいトレードよね。ポケモンスカーレットバイオレット本当におすすめします。草野球のベンチスタートだったけど、ベンチで女子と話のネタにもなったし、個人的には勝って正解でした。ゲームも面白いし。ポケモンなーやらんな。ダイヤモンドパールやりたい。ふと思ったんですけど、この試合出てた中島選手ってオリックスの監督してるあの中島さんですか？そうです。ワールドカップで気になったんですけど、マノッチャー外国人とそういうことしたことありますか？ないです。よし、いきますか。いやー、てか横浜のピッチャー誰だろうね。番長とか来てほしいんだけどね。はい、今日みんな大好き多田野選手いくよ。野手荒張君、確かね、西川春樹選手はね一度もスタメン出してないと思うんだ。今日出す。外野内野どうする？外野か。翔さんが外れがちなんだよな。こんな感じでいきますか。はい、だいぶね野手はねちょこちょこっていうか結構出してる。国吉選手か。はい、頑張りましょう。いやー、いいファスピッチが見たいね。そういえば久々名前登場の婚約者なんだけどさ、俺の動画見てんだよね。ちょこちょこ見てるんだ。で、広島戦の動画が5月の19日だったんだけど、5月の19日って俺の婚約者とうちにいる猫のグー誕生日なのよ。なんでそこにノータッチなのって怒られた。俺はごめんなさいってただ謝ってる。はいはい、よし、行くよ。プレイボール。はい、どうも。いやー、またハルキストをバカにしたいな俺は。ハルキストをバカにしたいというか、今なんだろうね、昨日のコメントはすごい好物でさ、痛々しいファンというのかい。もうすごい小バカにして生きてきた俺は。はい、どうも。それダイヤのエースが沢村君たちの、まあ、てかみゆき世代の最後の夏が始まったんだけど、まだ1試合目ね。片岡鉄心の恩師かの学校との試合が始まったとこなんだけどさ、何巻だあれ、16、17ぐらいまだ今読んでんだけど、無理だ。
白いセンター、いいよ、面白いね、ダイヤのエースね、取ってこれで3アウト。まあ多分よ呼んでない人もいるだろうからさ、もう何よりもこう見てて気になってたというか、エースナンバーを誰がつけるか、まあ、どっちがつけるかだよね、古谷か沢村かってところ、もうそこがね、まあまあまあ、あ、こういう感じかっていう、セーブなんじゃね、惜しい、1塁アウト、サードゴロに終わって、うーん、どんまい、いや、ラメちゃんいるぜ、三振、レフトへ、オッケー、いいんじゃない、筒香さんもいますよ、筒香選手はこれ、何年目とかだ、わー、懐かしい、金城選手。懐かしいね、やばいね、オーケー、あれ俺今日リリーフ誰か連れてきたっけな、3回の表ファイターズの攻撃、身長、あーデッドボール、ノーアウトから寄せろや、打ちますか、はい、打ちました、ショートへの打球、アウト、アウト、一塁マウトでゲッツーに切って取りました、ピッチャーに回ります、ただの長打、ゲッツーでツーアウトにしています、あーどまい、なんだろうね、ただの選手って体すげえ硬そうに見えるよね、3回の裏ベイスター、はい、本当した、皆さんはあれかい、ただの選手の AV っていうのかい、なんていうのか分かんないけど見たことあるのか、俺はないんだけど、ネット上で見つけられんのかな、ヤナピチ、スリーアウトチェンジ、ゲームは序盤、伊藤さん、いいんじゃない、センターです、なかなかあれね、チャンスを作れないね、なんかすごいトントン拍子で試合が進んでいくな、打って打球はセカンドへ、どんまい、結構ね、ゲージ長打、結構バッターのゲージはでかくあるんだけど、これはライトへの打球、どんまい、スリーアウトチェンジ、4回の表が終了、互いにノーヒットのまま4回終えてるぞ、4回の裏、はい、高い打球が上がりました、いいファーストピッチ投げてくんねえかな、取りました、これでワンアウト、バッター、渡辺直人、はい、直人さんは横浜か、バッター中、はい、右方向へ、ノリすげえな、成績な、取りました、3割で9本打ってるのか、回の裏を、はい、いやていうかヒットが出ねえのよ、5回の表ファイター、誰が突破後、それでね、ボテボテのゴロになりました、このままキャンバスを踏んでアウト、はい、誰でもいいぞ、落ちる球、全く打てる気配ねえな、積極、高い打球、ありました、スリーアウトチェンジ、はい、5回の裏、はい、スライダー決まった、バッター、あれだね、本当に投手戦というか、あーヒットが、オーケーオーケーオーケー、今の打球はファウルです、連続三振、綺麗に落ち、あっと三振、連続三振、3アウトチェンジ、5回を終了、投手戦になると思ってなかったね、もう6回だぜ、依然パーフェクトは続い、動画の尺的に超短いぜ、横浜スタジアムは6回の身長、ナイバッチ、いいね、スタメン9応えてくれたでしょ、伊藤さんこういうピンチの場面、いやちょっとただの選手を変える理由が今のところないから、もう普通に打たせようか、ミートだな、先制のランナーがセカンドにいます、アウトコース打って
取ってこれでワンアウト。あ、まずい。アウト。何やってんの。バッターカラン、はい、積極的に行こう。高めを打ちました。やばい、バッチ。センターです。ちょこちょこヒット出るようになってきたよ。次のバッじゃあね、昨日の動画でね、俺がね、系統ミスってっから。これで3アウトチェンジ。この試合はマス。はい。6回の裏、ベイスターズの。いいファスピッチが見たいな。三振。これで4者連続。ボール球を振らされてしまいました。バッターは8番、クロバネ。打席に入ります。はい。高めのボール打ちました。ライトの前、ワンバウンド。ヒットになった。待望のランナーが出ます。次のバッターとなります。くしゃみ出そうだぜ。バッターボックス。よし。空振り三振。アウトが2つになって次のバッターになります。石川、打席に入ります。すいません。落ちるボール打ちました。はい、サードの前になります。アウト。いやー、まだ出るぞ。出そうな気するぞ。出ちゃう。何本でも出ちゃうぞ、くしゃみ。オーケー。いや、もう一したいな。なんかやるか。取るすか。取るすか。ファーボールでランナーを出しています。ランナースタートした。あ、無理。うわ。2投は失敗。いや、ちょっとまあもうこれはもう結果論だけど。滝川ピッチャーの横。アウト。何もやらなきゃよかったな。積極。追っていく追っていく。ナイバッチ。ヒットになりました。ヒットになる。7打席ぶり。どうする？ちょっとここはさ、ここが勝負でいっちゃうかい。相当プレッシャーのかかる場面ですよね。そうですね。いや、どうす、打たせっか。やらないわ。ここでつなぐことできれば。低め打ちました。セカンドへの打球。うん。なんかいろいろなんかもったいないことしてるな、このエンディングな。さあ、ベイスターズ。7回の裏、ベイスターズの攻撃。打ちました。いいよ。すごいよ。ショートゴロに倒れました。はい。強い当たり。ノーリー。ノーリー。ラミちゃんどこだっけ、ボタン、右ボタンだっけ。緊迫したゲームは終盤ホームランで。右ボタンやっとくか。選手全員が出迎えます。あ、というか、あ、もう押しちゃってるかな、俺。このまま優位に進めていくのか。いいね。今のホームラン、もう一度見ていただきましょう。ホームランで試合が。いやー、バット投げ。いいね。貴重な先制点を与えています。はい。打球は左。これでアウトが2つ。なかなか加点というか。しっかり捉えたピッチャーの横。いや、このイニング投げてほしいな。リリーフ出すならイニングの頭から出したい。高めのボール打った。おざらね。コチャゲンか。レフトへの打球はヒット。うん、コチャゲン。ここは代打を送りました。お茶券。監督の期待。終盤ついに先制点を許してストライクが入りません。そして8番黒羽。深いよ。あ、今日若竹くんを連れてきてるわ。いやー、これね、森内くん。あ、ピンチマイナスか。宮西選手。どうにかしてもらう。任せた。任せた。監督の期待に。ここが勝負だか。7人目のバッター。高めを打って左を。まあこれは知らないね。サードランナーがホームに帰ります。得点シーン、リプレ。さあ、この。ストライク先行。2対0、ベイスターズがリード。あーっと。スリーアウトチェンジ。いや、2点ぐらいどうにかしてあげたいね。さあ、ベイスターズ守備の変更が。あんまりこうね、逆転できる感じはしてないんだけども。真ん中打ってセンターへの
下位打線に回ります。荒張り変えます。いやーでも待って、さっきいいヒット打ってんだよな。打たせよ。打ちました。三遊間の当たり、急げ。運動前アウト、アウトです。はい、いやーうまくいかんな。小台、はい、入った、はい、はい、よし、高い打球になりました。いやなんとか勝ちたいな。ずっと勝ってねえもんな。バッター渡辺直、打たせる。いや打たせる。山じゃないね、さっきホームラン持ってるしな、怖いな。はい、あれなピッチ。スリーアウトチェンジです。さあ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 、こっから。さあベイスターズ守備が変わります。なんとか、突破口を開いてくれそうな選手。まあ能力的に単純に新岡選手かい。まず塁に出てくれ。ファーボールでいいぞ。オッケー。こっちはここが勝負だ、残ってっから。さあベイスターズ守備の交代がありました。ラジタリファーストの守備。全然イメージない。ファースト、ちょっと待ってよ、ダイソー出すついでに見るわ。ダイソー、うん、そうだね、飯山選手出しよっか。とりあえず走塁うまい。そう、66、あ、うん、飯山選手だね、出しよっか。ここだな、ここの代打をどうするかな。いや、ここが西川内選手いくか。あ、ごめん、打者、打者データで梶谷選手。お、外野じゃねえ、そもそも外野じゃねえ。へえ、よし。さあファイターズ、ここでここが勝負だ。使うわ、まずアウトにならないこと。監督の期待に応えられるんでしょうか。ここさえ繋いじゃえば、もうあと健介選手、糸井選手って続くから、どうにかなってくれると思ってる。うーわー、そっか、痛えな、これは。ヒット出ませんでしたね。はい、また頑張ってもらいましょう。さあベイスターズ守備の変更があります。どうしたの？どうしたの？なんか恥ずかしかったの？そんなことないよ、恥ずかしいことないよ。詰まった、詰まっています。中途半端な当たりになりました。ランナーは入れ替わってそのまま。いや大丈夫。さあ完封まであと1球。落ちるボール。あ、これ糸井さんならわかんないよ。うわ、いいとこないね。ベイスターズファイターズを破りました。さあどう。いや勝てんね。いや勝てないね、なかなか勝てないな、難しいな。はい、はい、とりあえずこの横浜戦は結果へで、まあウルフ選手でいいかい。あ、待って、ヤギちゃん、ウルフ選手を次の動画の先発に回したいかな。あー、今日番長か。ここの試合も見たかったけどね、結果へで。はい、お、で明日はここの中日戦取りましょうか。いや、あの動画の中で勝ってないだけで、結果で結構そこそこ勝ち拾ってっから、今交流戦順位5位につけてれてるんだろうね。まあとにかく明日はここの中日戦取りましょうか。中日めっちゃ強いでしょう、この時。洗い場コンビが見たいな。はい。
んでは、明日中日戦終わるか、終わり、さよなら。Oh, God.